勝利すれば長かった我々の任務もいよいよチェックメイト。よし、俺も頑張るぞ。最初の戦い方を見せちゃくれませんか。スローの辻おお、海軍本部の最高戦力だからね。まずい戦いはできんでしょう。待たせる。さっさと俺を救い出せ。骨身に死にました。骸骨だけに手を抜いてやれなくて悪いな。これは効くねえ。刀に意志が伝わり、足を広せる。なかなかの手羽で。そのふざけた能力を抜きにしても大した腕だったぜ。次に切られてえのはどいつだ。暴れるだけの海賊も采配次第で役に立つ。今度はもう逃げません。もっと骨のある相手かと思った。後悔するなよ。二度っておにぎり。後悔するなよ。二度っておにぎり。この感覚を待って。一刀流最大輪の大瞬間。お恥ずかしい。俺に勝ちたいか。それなりの覚悟で挑むことだ。私、ひとまず退散させていただきます。俺の剣が目指すのは世界一。俺とお前らの勝手の違いが分かったか。これ以上戦えない。峰打ちだ。勘弁しろよ。Thank you.
には飯を食わせてもらったんだ。恩返しに吹っ飛ばすぜ。悪いな。なるのはうちの船長だ。今日これまた誰にも負けねえ。ふっ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 ふまだまだ遥か彼方だ。お前みたいに強い仲間がいてよかった。俺も負けないぐらい強くなるぞ。大殺の地。おい、ここはもらっとくぞ。暴れるだけの海賊も采配次第で役に立つ。不動の寿司ついに迎えた一大決戦。早くに勝ちます。精一杯。
たちの勝ちだ。